はいどうも、楽しみしご飯の時間ですよ。今日はですね、これですよ。これも絶対美味しいやつ。僕が美味しいに大好きに決まってるやつね。濃厚魚介豚骨混ぜそば。これ食べたことないでしょ。食べたことないですよね。ちょっと怪しいんだよな。カツオと煮干しの芳醇仕立て、怪しいんだよな。こんなやつ僕がこれ見逃してるわけないんだもんな。だって好きなんだからさ。ちょっと怪しいんですよ。もう混ぜてあります。ちゃんと混ぜてあります。ちょっと怪しいんだよな。で、時間5分って書いてあるのね。ちょっと早く揚げすぎて、多分ね、塊がね、さっき一生懸命混ぜてたんだけど、出すけど塊がね、すっごいこと混ぜたんだよな。だいぶほぐれましたけどね。だいぶ混ぜましたけど、そうしてるうちにだいぶ冷めましたけど、途中で電話かかってきちゃったりなんかして、まあいいや。これね、美味しそうなのは間違いないです。もうハボジョ、あ、やっぱここら辺固まってるのかな。こうです、こうです。ハボジョいいのよ。大好きな香りすんの。いただきます。さすがだな。生麺茹でてうまいまま製法。生麺茹でてうまいまま製法。うまいまま製法とは特許製法。生麺茹でて繰り返すね。繰り返すね。なんかもうへえ。そうですか。本来のね。いや実際美味しいもんね。さすがですよ。さすがですよ。まるちゃんさん。さすがです。まるちゃん。さすがです。うん、うん、ごめん、おいしい。ほんと麺がおいしい。それはこの僕濃厚、濃厚が好きだし、そして魚介豚骨が好きだし、好きなものしか入ってないんですよ。好きなものしか入ってないというか、この好きな字、好きな字、混ぜそばしかり、好きな字しか入ってないな俺。実際に美味しいな。さすがだね。濃厚魚介豚骨混ぜそば、まるちゃん製麺のやつ、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。また明日。はいどうも、はい、はいどうも、続きまして川端明彦のライブの様子です。めちゃめちゃ盛り上がりました。楽しかったライブですよ。ぜひ見てみてください。そして動画の説明欄に、情報も貼り付けしておきますので、そちらの方もご確認の方ぜひよろしくお願いします。川端明彦と川端牛井聡さんのライブの様子です。どうぞ。そうですね、あのだからそのちょっと薄めのサングラスに、はい、あのオールバックでしたもんね。はい、なんで授業参観に来た時に、はい、ヤクザが来たっつって同級生からの役
かではない。騒いだんですよ。うわ、ヤクザ来たっつって言って、わーっつって言って、そしたら見たら私の父親に。わあ、そうかそうか。確かに、あの、白い、真っ白で、うん、あの縦に黒いラインの入ってるストライプの、うん、あのスーツ持ってました。確かに。それは俺東京出てきた時に、うん、あのそれ借りて、うん、あの新宿のライブハウスで出たことあるんですよ。それぐらいの、それぐらいの感じ。あ、いや、ステージでちょっと映えるぐらい。そうそうそう。ちょっとイギリスっぽいね、ちょっとモーツっぽいちょっとシャツでしたけど、あ、シャツじゃない、スーツでしたけど。これはちょっと、まあちょっとうちら、変わった親父のために作った歌がありますので、それを川竹の一曲目にしたいと思います。親父どのよ、うやうもいの歌。たまに田舎に帰っても相変わらずさ、会話が少ない、野球大好きで頑固者、島の子供たちに教えてた。息子が自信をなくして帰ってきたら、あの頃と少しも変わらない情熱って、若い頃の話を聞かせてくれる。そして最後にポーツに、お前ならできるさと、親父殿よ、あなたの生き方が正しいか間違いかなんてわからないけど、一つ一つ顔に刻み込まれた空海シワが愛しいのさ。昔みたいに遊ぼうと、三振片手に四角の浜辺、誰島の酒に酔うほどに、照れも隠れるほど赤くなる。お前とこうして飲む日が来る、あなたのせい。